今日はトレーニングの分割法についていただいたご質問にですね、回答をしてみたいと思います。でまずその分割法という言葉についてなんですけども、分割法っていうのは体の部位をですね、分割して、その通り分けて、トレーニングを行うやり方のことを分割法って言うんですね。例えば、1回のトレーニングで全身のトレーニングを行うとして、それを週に2回行うとしたら、これはね、分割法とは言わないんですね。同じように週2回トレーニングを行うとして、1日目は上半身、で2日目は下半身っていうふうに、部位をですね、分けて、順番に鍛えるっていうやり方のことを分割法って言います。その分割する分け方だったりとか、分ける、部位の、組み合わせっていうのはですね、人それぞれいろんな考え方があって、これが正解っていうのは特にないんですね。でその正解がないっていうのが、悩むところではあると思いますので、そのご質問いただいた方も悩んでいるということで、ご質問を読まさせていただきますけども、部位を分けてトレーニングしているのですが、例えば、月曜日が上腕二頭筋と上腕三頭筋の日、火曜日が大胸筋と肩の日と分けているのですが、大胸筋のトレーニングをすると多少なりとも上腕三頭筋も使うと思うのですが、だったら大胸筋と上腕三頭筋を一緒に鍛えた方がいいのでしょうか？どちらが効率よく鍛えられるのでしょうか？っていうご質問なんですけども、一緒に鍛えるっていうことで大胸筋と上腕三頭筋を一緒にするっていうふうに考えるとするとですね、大胸筋と肩でも、大胸筋と上腕三頭筋でも、どちらでもいいんじゃないかなというふうに僕は思います。ちょっとね、回答になってないかもしれないんですけど、本当にどちらでもいいと思うんですね。大胸筋のトレーニングでも、肩って結構使えますので、だから、一緒に使うっていう捉え方でくっつけるんだとしたら、これはね、本当にどちらでもいいと思います。ただ、ご質問いただいた方の、分け方でアドバイスさせていただくとすると、腕のトレーニングを行って、その次の日に大胸筋のトレーニングを行っているということですので、これはね、順番逆にしてあげた方がいいと思います。大胸筋のトレーニングは、上腕三頭筋を使うっていうことで、だから上腕三頭筋がね、疲れた状態で、大胸筋のトレーニングを行ってしまうと、こっちがね、いまいち追い込みきれないっていうことになってしまうかもしれないんですね。例えば、プレス系の種目っていうのは、上腕三頭筋の力も結構借りて行いますので、だからこっちが疲れた状態で行うと、大胸筋が追い込みきれる前に腕が疲れちゃうっていうことはありますので、だから、基本的には大筋群を先にやって、その後に、ちっちゃい筋肉を鍛えるっていうやり方が、やっぱりね、効率っていう意味では効率的かなっていうふうに思いますので、ちょっとね、その部分だけ参考にしていただければというふうに思います。くっつける部位に関しては本当に、どちらでもいいと思いますので、あとね、例えばずっと大胸筋と肩を一緒にやってたのを、ある日ですね、大胸筋と上腕三頭筋っていうふうに変えてみるっていうのも、これはね、結構刺激が変わるっていう意味では効果的かなっていうふうに思います。そうすると、肩の日がまたね、別の日に回りますので、大胸筋のトレーニングで、肩が疲れた状態で行うんじゃなくて、全く疲れてない状態で肩のトレーニングを行うと、それはそれでまた違った刺激がね、感じられるかと思いますので、だから、たまにはそうやって組み合わせを変えてみるっていうのも、刺激を変えるっていう意味では、すごいね、いい体感が得られると思いますので、それもね、試してみていただければなというふうに思います。で、その大胸筋と上腕三頭筋をね、一緒に鍛えるっていうことで、例えば、これいろんな考え方があるんですけど、一緒に使うっていうことで、上腕三頭筋をくっつけちゃうっていう考え方と、あと、大胸筋のトレーニングで使ってない上腕二頭筋を一緒に行うことによって、フレッシュな状態ですので、疲れてない状態で、高重量を使って鍛えるっていう考え方もあったりするんですね。だから、これはね、どちらがいいかっていうのは、本当に好みで選んでいただければなっていうふうに思いますね。一緒に疲れちゃってるから、ついでに鍛えちゃえなのか、使ってない分を、新鮮な状態で鍛えちゃえ、みたいなね。これは本当に、どちらでもいいかと思います。ちなみに僕の場合はどうかっていうと、僕もね、本当に気分によってコロコロ変わっちゃうので、日によって違うんですね。大胸筋と二頭筋を鍛えることもありますし、大胸筋と上腕三頭筋を一緒にくっつけちゃうっていうこともあります。で、僕の場合は、ちょっとね、肘が、結構痛い時があったりして、これも日によって痛みの度合いっていうのは違うんですけど、例えば、
ね、胸のトレーニングでダンベルフライをやってみて、この肘の内側が痛い時とかもあるんですね。そういう時は、そのまま二頭筋を行うと多分痛いかなっていう感じで、上腕三頭筋を一緒にくっつけちゃうとか、あるいはあのプレスの動作やってて肘が外側がなんか調子悪いなっていう風に感じたら二頭筋の方をくっつけちゃうとかね、まあ、そんな感じで本当にあの気分によって変えたりもしています。僕は基本的に全身をね6分割で、分けてやってますので、だから胸とね腕が重なるってことはないんですね。まあ、順番で言うと足の前と裏で、胸、背中、肩、腕っていう感じで分けてますので、あのそれが例えば何かの理由で週4回しかできなかったっていう場合は、例えば胸と腕をくっつけたりすることはあるんですけど、だからあの頻度としては少ないんですね。だからそのこれっていう決まったパターンがないので、あのくっつけるときは本当にその日の気分によって変えるっていう感じですね。ですのでいただいたご質問にね回答させていただくとすれば、くっつけるやり方はどちらでもいいと思いますので、その順番をですね、あのダイキングを先に行うっていうことだけちょっとあの意識して、参考にしていただければなというふうに思います。はい、でちなみにね、あの大胸筋のトレーニングといえば、前回ベンチプレスをねこうワイドグリップで行ってみたらどうこうみたいなお話をアップさせていただいたんですけども、実際ね大胸筋のトレーニングでちょっと広めのベンチプレスをやってみたんですね。で僕がやったのはあのバーベルのこの縁にこう印があるんですけど、そこに対して人差し指を合わせてやっていました。普段はね、薬指か小指を合わせてやってますので、なんか指2本分ぐらい広く持ってやってみたんですけども、やってみた感想はですね、ですね、肩が痛くてやめちゃいました。あの、僕もともとね、肩を痛めてて、ベンチプレスをやると、その痛みが出てたもんですから、それでしばらく避けてたんですけど、で、しばらくやってなかったからね、どうかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりね、ちょっと痛かったです。で特に広く持ってやると、余計こっち側になんか負担がかかるような、なんかそんな印象がありましたね。それはね、僕のフォームが悪いかもしれないので、あの、みんなに当てはまる話ではないかもしれないんですけど、広く持って行うと、なんかね、安定感は最初いいかなと思ったんですよ。軽い重量のうちは、あ、これいいかもっていうふうに思ってやってみたんですけど、だんだん重量が上がってくるとですね、その負荷がこの肩の外側にかかってるような感じがして、で、特に僕、左を痛めてから、左の方がちょっとこう、力が弱くなっちゃって、どうしてもね、あの、ベンチプレスなんかこう、フリーウェイトの種目を行うと、どうしても左が先にダメになって、右はまだ元気なんだけど、こっちが動かなくなってやめちゃうっていうパターンが多いんですね。でそのこっちが先に疲れちゃうっていう症状が広くすると特に顕著に出るような感じはありました。だから、まあ、本番重量で1セットやってみたんですけど、あまりにもなんかこう、体が歪む感じがしたので、本当は3セットやろうと思ったんですけども、1セットでやめちゃったっていう感じなんですね。だから、本当はもうちょっとこうね、やってみた感想っていうのをお伝えしたかったんですけども、ちょっと僕的には不完全燃焼で終わってしまった。ということで、まあ、残念だなっていう感じなんですけどね。ただその刺激を変えてみるっていう意味ではそのね、グリップ幅を変えてみるのはすごいいいんじゃないかなっていうふうには思いました。実際軽い重量ではそれをそこそこ調子よくできましたので、だからもしやるとしたら先にある程度あの他の種目で大胸筋を追い込んじゃって、最後の方でこうなんかねこう例えばスミスマシンとかで行うと、まあそれなりにいい刺激が与えられるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。であともう一つですね、その怪我つながりでちょっといただいたご質問がありましたので、そちらも回答させていただきたいと思うんですけど、まず質問がですね、ハーフデッドリフト中に腰が痛くなってしまいました。痛いときは無理せず休むことも重要でしょうか。またデッドリフトをやらないでできる背中のトレーニングをしていれば筋肉の落ちを最低限防げるでしょうかっていうご質問なんですけども、あのデッドリフト中に腰が痛くなってしまったっていうことで、これが怪我なのかただの筋肉痛なのかっていうことでも変わってくるんですけど、多分この文章を拝見する限り、まあ、怪我かなっていう感じはしますよね。あの怪我している場合はその痛いところを使うようなトレーニングっていうのは絶対にやらない方がいいというふうに思います。で特にあのデッドリフト中っていうふうにね原因がはっきりしてますので、あのデッドリフトはやっぱりしばらく行わない方が無難かなっていうふうには思いますね。あのやってみて、まあ、痛みを感じなければ、ね、やってもいいかとは思うんですけど、でもやっぱりそうですね、しばらくは休んであげた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あの僕の中の基準として
何かトレーニングでね、こう、痛みが出てしまうような種目があった場合は、最低でもね、2週間ぐらいはその種目は休んであげた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。もちろんね、様子を見ながらなので、痛みが出なければね、そーっとやってあげるっていうのもいいかもしれないんですけど、やっぱり怖いですよね。また再発してしまうと余計治るのが遅くなってしまいますので、痛みが出た種目は、やっぱり、休んだ方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからデッドリフトはね、来週とか再来週まではちょっと休んであげて、それ以外のできる種目をやってあげればいいかというふうに思います。で、そのご質問のね、背中のトレーニングをしていれば筋肉の落ちを最低限防げるでしょうかっていうことなんですけど、これはね、全く気にしなくていいと思いますよ。怪我しちゃって、その部分を休んでですね、それ以外のトレーニングをやっていたとして、その怪我した部分の筋肉が落ちちゃうとかね、どうしても気になると思うんですけど、まあ、ほとんど、見た目にわかるほど落ちるってことはめったにないと思いますので、本当に、休むことをとにかく優先してあげた方がいいというふうに思います。さっきの話で僕も肩怪我してて、全然肩がトレーニングできないっていう時があったんですけど、でもね、そうそう筋肉が落ちるってことはないですよ。実際ね、こうやってやってみて、右と左の肩のね、大きさが違わないですよね、多分。こっちだけ極端に小さいってことはないと思いますので、実際僕もこっちが痛くて、ショルダープレスとか、こう、レイズ系の種目もね、結構痛くて、まともにトレーニングできてない日が結構長く続いたんですね。今でも、やっと最近、そのプレス系の種目、ちょっとずつできるようになってきましたけど、左の方が全然上がらなかったりとかして、はっきり言って、右と左の反応ってまだまだ全然違うんですけど、でも多分そんな見た目に差がないと思うんですよね。筋肉ってね、そうそう落ちるもんではないというふうに、僕は思ってますので、だから、このご質問いただいたような心配っていうのはしなくて、大丈夫ですから、まずはね、怪我を治してあげるっていうことを、しっかりと優先してあげて、トレーニングのね、メニューを組んであげた方が、より早い回復につながりますので、絶対ね、そっちの方が長い目で見れば近道だと思いますので、今はそのできる背中のトレーニングをしていただいて、腰の痛みが引くのをね、こうゆっくり待つっていう心境で、トレーニングしていただければ、大丈夫です。っていうふうに、僕のね、経験からアドバイスさせていただきたいというふうに思います。こう、今ある環境の中で一番いいことを選ぶっていうのはね、なかなか難しいと思うんですけど、時にはね、その怪我を治すために休むとか、まあ、体調が悪い時はトレーニング休んで回復させるとかね、そっちの方がベストな時ってあるじゃないですか。だから、そのトレーニングを休むこともトレーニングっていう考え方も場合によっては大切だと思いますので、僕も結構そういうふうに思えなくてね、こう無理して怪我をこじらしちゃうってことも昔はあったんですけども、今は逆にその方が遠回りっていうふうに考えて実際やってますので、だからそのね、痛い時は、その痛みを治すっていうことをまず優先していただいて、だからそういった考えで今の状況をですね、捉えていただくと、まあ、ストレスも減るんじゃないかなっていうふうに思いますので、これも一つの参考にしていただければというふうに思います。という感じで今日はトレーニングの分割法と、あと怪我をした時の対処法についてお話をさせていただいたんですけども、僕のね、個人的な考えになりますけども、物事はね、結構捉え方で変わってくる部分もあると思いますので、まあ、そんな感じで今日のお話が参考になれば嬉しいなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございました。